イラー71。地球連合軍とザフトの戦争は激化の一途をたどり、戦いの場が再び空へ移ろうとしていた頃、太平洋の孤島に空への旅立ちを決意する一人の少年の姿がありました。少年の名はプレア・レベリ。その少年はエネルギー不足に苦しむ地上の人々を救うためとある仕事を依頼されていたのです。自らに課せられた運命、その重さと輝きをきっとプレアはこの時から誰よりも信じていたのでしょう。だから彼はたとえどんな未来が待ち受けようと、この依頼を全うしようと考えていました。そして彼に託されたある存在は、私カザハナ・アジャーが所属する傭兵部隊サーペント・テールにも深く関わっていたものだったのです。激震の空で交差する新たな二つの流星、その軌跡は戦いの時代に生きる王道ならざる者たちを次なるステージへ導こうとしていました。We'll be right back.
Thank you.
ルミューレ・リュミエール、こいつはビームだろうが実体弾だろうが破ることは不可能だ。テールの相手をするつもりか？ブルーフレームは貴様などに止められん。俺のハイペリオンにかなうものか。やっかいなことになりそうだな。雑魚が俺にかなうと思うな。いいタイミングが取れた。無駄だ。こんな力、戦う以外に使い道はない。中身がないというのか。傘を失ってはどうすることもできまい。黙れ。こんなことでハイペリオンは負けはしない。